ジャック・シュタインバーガーは、アメリカ合衆国、スイスで活動した、物理学者。1988年メルヴィン・シュワーツ、レオン・レーダーマンと、ニュートリノ・ビーム法、およびミューニュートリノの発見によるレプトンの二重構造の、実証の功績により、ノーベル物理学賞を受賞した。出生名は、ハンス・ヤーコプ・シュタインベルガ。ドイツ・バート・キッシンゲンで、ユダヤ系の家庭に生まれた。 1934年、ナチスの迫害に対する児童救済のプログラムにより、アメリカに移住、後に、家族もアメリカに移住、シカゴに住んだ。奨学金で、シカゴ大学で学び、科学の学位を得た。第二次世界大戦が始まると、マサチューセッツ工科大学のレーダー研究に派遣され、物理を学んだ。戦後シカゴ大学で、エンリコ・フェルミラの下で物理の学位を取得した。 プリンストン大学でロバート・オッペンハイマーの下で働いた後1949年にカリフォルニア大学のウィッキスの助手となりシンクロトンの研究に加わった。1年ほどでコロンビア大学に移り1962年レーガーマント2種類のニュートリノを確認した。1968年からジュネーブのヨーロッパ素粒子物理学研究所は家具職人を経た後、 斬新なデザインの楽器をデザインし、多くの賞を受賞。現代楽器の革新者として、有名な存在となっている。ジャック・スティンベルガー、ノーベル・ウィナー・イン・フィジックス、DS アト99、ニューヨーク・タイムズ、https、www. ニータイムズ・ s c o m 2020、12、16、サイエンス、 ジャック・スティンベルガーデッド HTML2020 年12月18日閲覧ありがとうございます。